皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。今季、出遅れこそしたものの、ここまで圧巻な投球を披露している。中日ドラゴンズの高橋宏斗投手、防御率はここまで驚異の0点台で、歴史的快挙も見えていました。そんな高橋投手、先日の DeNA 戦に先発したのですが、4失点 KO となり、話題となっています。実は高橋投手、DeNA 戦だけは謎に打たれており、露骨に成績も悪い様子。一体なぜ、DeNA 戦では打たれるのでしょうか。今回は高橋投手が DeNA 戦に打たれる理由について、ご紹介していきます。昨年は WBC に中日から唯一出場し、シーズンでも先発ローテをしっかり回っていた高橋投手。今季はさらなる飛躍を求められていましたが、キャンプで投球フォームを変えた影響で、調子を崩し出遅れてしまうことに。2月11日に高橋選手はフリー打撃に登板した際には、新フォームで投球を行ったのですが、制球ができず、挙句には細川選手に死球をぶつけ、ファンの間で心配になる事件もありました。そして、初のオープン戦となった2月23日の広島戦では2回を投げて2失点。その後、3月5日のオープン戦ではオリックス相手に登板し、この時は4回2失点と早い回で失点を重ね、16日の阪神とのオープン戦では3回1失点と、数字上悪くはないのですが、速球がシュート回転したり、連続四球を与えるなど懸念点が多く、結局、開幕は2軍スタートとなってしまい、本人にとって悔しい開幕となっていました。ただ、4月28日の広島戦で今季初登板を果たすと、7回無失点の快投を披露し、そこからローテーションに定着。7月には4試合に登板し、4勝0敗防御率 0.00 と、驚異的な成績を残しており、文句なしの月間 MVP を獲得。これが初受賞となった高橋投手。自分が投げた試合でチームが勝っていることが良いことです。会見ではコメントしており、さらなる飛躍を誓っていました。さらにここまで6連勝を記録しており、10勝1敗防御率 0.68 を記録。高橋投手が投げればチームが勝つ。完全にエースの地位に上り詰めており、チームに欠かせない存在となっています。この活躍に、落合博満氏は、出だしがファームからですよね。よく持ち直して出てきたなという感じです、と明かし、まっすぐとフォークの使い方がうまいな、と解説。そのうちこういう数字を残すと、アメリカに行きたいというふうに言い出すかもわかりませんね、と指摘していました。このように、誰もが認める存在となった高橋投手。しかし、先日の DeNA 戦でまさかの炎上、大きな話題となっています。高橋投手は初回、先頭にヒットを打たれると、フォアボールなどで2アウト1塁。二塁にされます。このピンチで DeNA の5番、牧秀悟選手に、初球を打たれ先制点を奪われると、続く戸柱康隆選手にもタイムリーを打たれ、この回2点を失いました。さらに同点に追いついた3回、ヒットとエラーでワンアウト満塁のピンチを作ると、7番、京田陽太選手にタイムリーを打たれ勝ち越しを許すことに、それでもその後は立ち直りを見せ、4回から6回までノーヒットに抑えますが、7回、2アウトから4番オースティン選手にヒットを打たれるなど、ランナー1塁2塁のピンチを作られ、6番、戸柱選手にタイムリーを打たれ、この日4失点目、ここで降板した高橋投手は、7回途中110球5奪三振4失点の内容で、規定投球回は到達しましたが、リーグトップの11勝目はならず、これで連勝記録もストップ。防御率は 0.96 と0点台はキープしましたが、チームにとっては大きな敗戦となりました。実は高橋投手、ご存知の通り、ここまで防御率0点台で、ほとんどのチームとの対戦防御率も0点台。巨人と広島に至っては一度も失点しておらず、まんべんなくえげつない投球をしています。ただ、DeNA だけは成績が悪く、3試合で防御率 3.20。しかも1勝2敗と今季の敗戦すべてが DeNA 戦なのです。失点数も7と、他のチームの失点数をすべて足した数よりも、
多く失点しており、どうも苦手な様子。一体なぜこんなに打たれているのか。まずは成績をもう少し詳しく見ていきましょう。 DeNA 打線と高橋投手の対戦成績を見ると、高橋投手を得意にしている選手が多くいました。その選手が佐野選手、宮崎選手、戸柱選手、そして京田選手です。彼らは対高橋投手の打率が4割を超えており、戸柱選手に関しては7割5分とめちゃくちゃ打っています。ちなみに4割以上打ってる打者が4人いるのは DeNA だけです。そしてこのメンバー見てわかると思いますが、打線の中軸と下位なので、ちょうど得点するのに都合の良い打順だったりします。佐野選手や宮崎選手は基本的にクリーンナップですので、つながりやすいですし、京田選手と戸柱選手も下位なのでつなげやすく、これが噛み合って得点につながっていると思います。高橋投手を得意としている打者がいいつながりで打てるため、失点数が多くなっているのが理由と言えます。ではなぜこんなに打てるのかという理由ですが、個人的には2つあります。1つは高橋投手が左打者が苦手というもの。フォーム的に見やすいのか、それともストレートがシュート回転する時があるため、内角に投げた際に真ん中に行って打たれるのか、明確な理由は分かりませんが、左打者の方が成績が悪く打ちやすいと見られます。戦術した DeNA の高橋投手を得意としている選手を見ていると、宮崎選手以外左打者で、また全体で見ても左打者の方が打たれています。 DeNA は強力な左打者が並んでいるので、それがうまく噛み合っているのでしょう。そしてもう一つが京田選手の存在です。憶測の息を出ませんが、京田選手は高橋投手と元同僚で共にプレーしています。そのためある程度弱点は知っているでしょうし、対応方法も知っている可能性があります。本人の対打撃成績もいいので、高橋投手の癖や配球、弱点などを把握しており、それを全体に共有している可能性はあると思います。対策しても簡単に打てる相手ではありませんが、やはり知っているのと知らないのでは全然違いますし、京田選手が攻略に一役買ってる可能性はありそうですね。なお球場の相性もあると思われますが、横浜スタジアムで投げたのは昨日が最初。まあそこで炎上しているので相性が悪い可能性はありますが、バンテリンドームでも打たれているのでそこまで差はないと思いますね。今季ここまで絶好調ながらも DeNA だけには打たれている高橋投手。ただ今後の野球人生を考えると、苦手だからといって逃げるわけにはいきません。むしろ DeNA に優位に立てるようになれば成績もより向上しますし、これを乗り越えれば敵なしの投手になるでしょう。元オリックスの山本由伸投手を尊敬し、彼のようになりたいというのであれば、この課題はクリアすべきところ。今後なんとか対応し無双するようになってくれるといいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。